しませてね。やってやるぜ。塩気です。よう、散歩か。俺はほら、エンツィオの散歩だ。おっと、エクセレル。行くぜ。行くぞ。フルコースよ。まずは一つ。励ません。遠慮しないで。やってやるぜ。何しやがるてめえ。何の用？呪い動き、腕鈍ってるみたい。ボケてる。
壊してみればわかる。すぐに終わるよ。汗かきたくないから。なんか調子狂う。やってやるぜ。行くぜ。どうだ。行くぞ。ほらよ。死ぬ気で暗殺。おい、転校生。緊急事態だ。手を貸し上がれ。10代目の追試がもうすぐだ。俺としたことがすっかり忘れてた。片付いてねえよ。俺が何とかするとか言って全然今日まで忘れてた。決まってんだろアホ。変装だよ。10代目に変装して俺らが代わりに追試を受けるんだよ。そうだよ。アホ女のチャーチー変装よりてめえの変装の方がいいだろうが。減らす減らす。そんなもん好きにしろ。二言はねえ。三言も四言もねえ。怪しくねえっつってんだろバカ野郎。早く10代目への変装術教えろ。時間がねえんだよバカ。10代目おはようございます。おはよう極寺くん。で、俺そうっす。10代目の変装をしたんす。うわぁ、どうしよう、暗殺者だ、殺される。落ち着いてください10代目。俺ですよ。死ぬ気で倒せ。リッポーン。うわぁ、死ぬ気でこいつを倒す。待ってください10代目。死ねー。10代目やっぱ強いっすね。あ、コグデラ君ごめん。本当にコグデラ君だったんだ。俺気が動転してて。どうして俺に変装を。10代目の追試は俺とこいつでやっちゃいますよ。極寺くん、そこまでして。10代目、心配しないでください。俺が追試をクリアします。俺が受けたら絶対不合格だけど大丈夫かな。当日ミスったら爆破するからな。
まだ懲りてないのかい。まあ、一人だし相手をしようか。ふん、気のせいか。場所もちょうどいいね。ここなら行方不明者が出てもしばらく見つからない。いつでも相手になるつもりだったけど、今はやめておこうか。君を相手にするよりも、何か面白そうなことが起きてるから。もう屋上行ってるぞ。一緒に昼飯食おうぜ。ああ、コクデラ君、さっき帰っちゃったんじゃないんだ。そうなんだ。やっぱ屋上は気持ちいいな。そうだね。やっぱりお昼ご飯食べるには最高の場所だよね。ツナの母さんは料理うまいから弁当もうまいんだろうな。山本んちだってプロなんだから弁当は絶対おいしいだろ。まあそうだけど、僕らは今日はどんな弁当なんだ。それだけ？そっか、じゃあ俺の弁当分けてやるよ。ゴクデラ君、俺のも食べてよ。デラ君、どうしたのゴクデラ君。ツナ、なんかこの弁当色がものすごいぞ。
おお、いたいた。ほら見ろ、この辺にいるって言っただろうが。俺の勘はよく当たるんだよ。待て、逃げるな。やっぱ忍者っぽいな。それだよ、それ。それが欲しいんだ。この前言っただろ、劇に出てくれって。でもよく考えたらおめえに時間を教えるの忘れてたよな。つうわけでこれ予定表な。場所と時間書いてあるから遅れんなよ。ブロン、劇の練習の後はトレーニングだ。着替えも忘れるな。大丈夫、お前ならできるって。じゃな。最終日は特に重要だから遅刻厳禁だぜ。よく化けていると思う。でも本物じゃない。偽物は死になさい。あら、やシミアルレヒッド。おい、そこのカス。俺は貴様を認める。俺はファミリーを手に入れ、ブラッド・オブ・ボンゴレなどクソくらいだ。いいか、今はおとなしくしておいてやるが、いずれ貴様をかっ消す。それまではせいぜいカスどもと10代目ごっこを楽しんでおくがいい。